ナビゲーターの平尾のりこです。今月2月23日はそう、富士山の日ということで、今週と来週の2回にわたって富士山の日に合わせて開催されるイベントをご紹介します。まず今週ご紹介するのは富士の国農芸品フェア2013、23日土曜日と24日日曜日の2日間、静岡市のグランシップで開催されます。おいしい静岡の博覧会と銘打って、静岡県産の海、山、大地の恵みが勢ぞろい。旬の農林水産物の販売コーナーをはじめ、県産牛の丸焼きや獅子鍋、ニジマスやヤマメの塩焼きと、気軽にご当地グルメを味わえる多彩なブースが並びます。もっともっと美味しいものを味わいたい、そんなあなたには味わい尽くせフードコートがぴったり。富士の国食の都づくり仕事人が作った料理やスイーツ、アイデア弁当コンテストの優秀作品などが販売されます。和食文化体験&銘茶カフェでは、静岡の銘茶とスイーツのセットが味わえちゃいます。わーい。他にもクイズに勝ち抜いて豪華景品がもらえる農芸品博士クイズ大会や、マグロの解体ショー、ラジオの公開生放送などのステージイベントも開催。食べて学んで楽しめる充実の2日間、入場は無料、皆さんぜひお越しください。次回は富士山の日フェスタ2013についてご案内します。どうぞお楽しみに。それでは。